まあ、目標とか最初聞いた時に人間的に強くなりたいとか将来強い人間になりたいみたいなっていうところがもうすげえだと思って。強みは多分2つあって、まずは足の強さと、でもう1個は気持ち。自分の目標としてちゃんとトータル270とかっていうのがあって。福島よりと申します。年齢は24歳で社会人から1年目です。ウェイトリフティングをやられてどれぐらいなんですか？はい、あ、慶応でやってました。慶応のウェイトリフティング。そうですね、ウェイトリフティングでやってました。え、2年生から始めた？2年生です。2年生の6月からやってるんで3年、もうちょっとで4年ぐらいって感じです。ウェイトリフティングを始めたきっかけっていうのは？まあ、体育会が2年生から募集してたのがウェイトリフティングのっていうところと、まあ、自分が趣味で始めた筋トレが一番活かせるのはウェイトリフティングかなと思って入った、始めたっていうのがきっかけです。高校生時代は何か他のスポーツやられてたんですか？高校生の時は、テニスをやって、それは小4からなんかダイエットのなんかきっかけっていうか、ダイエットをするためになんかテニス始めて、それは高校2年生までずっと続けてて、大学もそんな感じでサークルに入ったりとか。なんかこうウェイトリフティングがハマったきっかけみたいなのがあったんですか？そうですね、まあ、自分の努力が結構ちゃんと反映しやすいっていうところが好きで、まあ、テニスって相手がいるじゃないですか。それでなんか自分の実力っていうよりも相手の実力とかに結構影響されてて勝敗が決まったりするんで、なんかあんまそれはなんか面白くないっていうか、そこは駆け引きって面白さがあるかもしれないですけど、自分的にはもっとその努力が、自分の努力がより影響しやすいものがあってっていうのが多分ハマるっていうのがあって、ウェイトリフティングもそういった理由でハマってるんかなっていうのは思います。最初に、スローのスプリットジャークで、まあ、全体的にスローで最後ここのジムっていうのはどういったきっかけで？あ、そうですね、きっかけは山本俊樹選手がここで練習してるのでなんかウェイトに特化するジムがあるんだっていうのを知ってて、そうですね、知ったの。今どれぐらい通われてるんですか？今はそうですね、集合とかですかね。なんか今ちょっと結構仕事忙しくてかなり働いてて、今は週4回とかじゃないんですけど、自分の希望としては週5で。で、ここでの部分っていうのは、まあ、コーチ多分5人いらっしゃると思うんですけども、どんな印象を持ちますか？まあ、そうですね、やっぱ適切なフィードバックが返ってくるっていうか、そういうところが全然違うなっていうのがあって、慶応って指導者がいなかったんで、自分たちで独学でその上手い選手を見てこれ真似したみたいなしかなかったんですけど、ここでは自分がやったことを適切にやっぱすぐフィードバックが返ってくるんで、その次のその練習にすぐ行かせるっていうところは違う。ちなみに今日受けてる平岡コーチっていうのはどんな印象のコーチですか？なんか優しいですね。なんか自分が、まあ、結構自分もともとずっと自分でやりたいってところだったので、まあ、それも結構認めてくれるっていうか、普通その他の、まあ、自分テニスサークル、テニススクールとか見てたんですけど、結構その自分でなんかやるっていうのはこれをやってくれみたいな、こう固定されてたのが自分でちょっと変えて、なんか全然認めてくれるっていうか、それに対してのアドバイスもくれたりするんで、まあ、すごい柔軟だなっていうのを思います。他なんかこう気になるコーチとか？ああ、そうですね、いらっしゃいます。受けてた川原コーチ、これはどんな印象ですか？優しいっていうか、その自分に合わせたものを結構言ってくれるっていうのはやっぱいいなって。結構難しいって言うんですよね。教える側としてはやっぱ決まったものを全員やらした方が絶対簡単だし楽だと思うんですけど、そういうところなんか妥協してないっていうか、自分が今の課題に対してちゃんとこうした方がいいとか、そういうアドバイスをくれるところがやっぱすごいなって。
慶応大学時代のスナッチと、はい、慶応の時はマックスをそうですね105でジャークは130ですね。大会とかでのなんか戦歴みたいなのってのは、あ、まあ、一応東日本インカレっていう大会と全日本インカレには出たことがあって、まあ、でもそこの記録はそこまで良くなくて多分95の122とかがマックスですね。でもそれが最後出たのは大学2年生とかでコロナもあって1年も結構動かなくなったんで結構あんまそもそも出てないんですけどそれぐらいが記録だと思います。学生時代っていうのはどれぐらい週練習されるんですか？自分学生の時は週7でやってました、ね、それも毎日メニューが決まってるんですか？メニュー決まってたのが週5で、週2はもうひたすらスクワットとブルガリアンとかそういうのやってました。今現在のマックス、マックスは種目全部です、ね、スナッチが110でクリーンジャークが135でラックジャークが150デッドリフトがクリーンデッドが190スクワットが210ミリタリープレスが80です。学生時代からあれしてどうですか、かなり、あ、そうですね、学生の時よりも伸びてるっていうのがあって、やっぱもっと頭を使うようになったっていうか、その学生の頃はもうやっぱがむしゃらにやるしかなかったっていうのもあって、その質っていう面がやっぱその成功率っていうところしか求められなかったことによって多分そこまで伸びてなかったんですけど、その細かい社会人になってからこうやって適切なフィードバックがすぐ返ってくるってことによってその質っていう面が変わってちょっとした動きとかで その質が上がっていってるんでやっぱ重量も伸びてるんじゃないかなと思います。結構いつもこうやって取りながらフォームのチェックとか、あ、結構やりますね。クリーンは特に自分が今一番直そうとしてるんで結構取ります。フォームってやっぱ直すのってその悪かった時に直したりとかその辺っていうのは昔から、あ、そうですね、結構自分で動画めっちゃ撮ってて、まあ、自分がこうしたいっていうこうしたいとか、まあ、自分の強みができるだろうというフォームと比較して、まあ、その差を減らしていくっていうことはまあ前から言ってます。じゃあ大学生時代からフォームはだいぶ変わったんですか？あ、そうですね、まあ、ここ来てから結構デッドリフトに勢い使ってあげるっていうのをやめてちゃんと足の力で背中の引きの力で上げるっていうのにフォーカスはしてるんですけど、まあ、まだ慣れてないです。このちなみにいろんなこう先ほど言ってたと思うんですけど、この環境っていろんな選手いると思うんですけど、そういう部分ではどうですか？あ、そうですね、まあ結構なんていうんですか、競い合えるっていうか、まあ、それはまあ具体的に言っていけば三沢さんとか自分と強みが全然違うんで、ファンクション系がめっちゃ強いからこそセカンドもあんだけ強いし、そういう自分の強みっていうところはない人っていうのは結構いるっていうのはいいですね。前のやっぱその KO とかだとそのテクニック結局みんなパワーでやってて、まあ、それはそれで自分のその強みをもっと伸ばすっていうところでは確かなんですけど、その他の強みを持ってる人っていうのを触れ合うっていうのはやっぱそれはそれで大事な刺激だなと思って、結構ここの環境もいいなと思います。
って今三沢さん、はい、今見てましたけど、どの辺が三沢さんの強さ？いや、背中となんていうんですかね、このやっぱクロスフィットやってるから、この青い力がめっちゃ強くてめっちゃ参考になります。やっぱあれはあと体がやっぱ完成されてるっていう、自分こんなだらしない体してるんですけど、三沢さんはやっぱ誰も憧れるような体型してるんで、まあ、それをちゃんと生かしたようにしてるんで、やっぱ強いんじゃないかなって思います。伊織君はあれですね、やっぱり同じくとっても刺激になる、なります、見てて。まあ、やっぱ階級も同じぐらいで、まあ、扱う重量も結構近いところがあるんで、やっぱり負けたくはないですし、まあ、重いのやってたらこっちも負けずに扱って、重いの重量扱っていきたいなって思えるような練習パートナーですね。福島くんとはちょっと付き合いがまだ短いというか、まあ、入会したばっかりなんで、ばっかりじゃないか、入会して、まあ、間もないんですけど、まあ、目標とか最初聞いたときに、人間的に強くなりたいというふうに言ってて、で、まあ、何キロ上げたい何キロ上げたいとかじゃなくて、その将来強い人間になりたいみたいなっていうところがもうマジですげえなと思って、まあ、他の人とは違う志を持ってる。でそれがウェイトリフティングでも見られるし、まあ、話聞いた限りでは仕事も相当忙しくて時間のない中でまたこうウェイトリフティングがここまで頑張れるっていうところが、意志の強さが半端ないなと思いましたね。こう自分のやってるその強みみたいなのっていうのは、自分の強みは多分2つあって、まずは足の強さと、でもう1個は気持ちですかね。でその足のところはやっぱそのスクワット、さっき結構ビートリーハマった理由に結構勉強するんですけど、やった分だけ伸びるんで、まあ、それが自分の性格になって強みをしていきたいっていうのと、気持ちっていう面ではそのやっぱ重たいとちょっとああとか、なんかいやちょっとやるとことか、その仕事で疲れてて今日は練習いいやってなるところをやっぱちゃんとなんかやるっていうところは自分の強みかなって思います。続けることがやっぱ一番大事だと思うんです。それを続けるためを支えているのは自分のその気持ちです。こう今続けている部分っていうのは、なんかもう今後の目標とかそういうのがあるんですか？自分の目標としてちゃんとトータル270とかっていうのがあって、それを達成する続けてるっていうことです。今の福島さんにとってのウェイトリフティングとはって、なんですかね。いい趣味っていうか、まあ、自分の人生で結構メリハリをつけるためのいい機会っていうか、そのやっぱ一つのことに自分集中しがちなんで、ウェイトウェイトでやって仕事は仕事やってっていうために、結構その一つですね、メリハリをつけるための一つの、まあ、大事 なんか存在というか、そういうことです。